はい、今回はお客様からいただいたご質問のうち、芽が出たじゃがいもは食べることができるのでしょうか。芽をどのくらい取れば食べることができるのでしょうか。そして、芽が出たじゃがいもを食べるときに気をつけるべきことをご紹介したいと思います。このように芽が出てしまったじゃがいもですが、気をつけるべきことは2つあります。1つ目は芽をしっかり取ること。2つ目は皮をすべて剥いて調理することです。芽には毒性成分がありますので、決して食べないようにしましょう。2つ目の皮を必ず剥いて調理するというのは、皮をつけたまま調理してしまいますと、皮にはえぐみ成分がありますので、えぐみの成分が染み込んでしまいます。ご注意ください。このように包丁かもしくはピーラーでしっかりと芽の跡が残らないように皮を剥きましょう。はい、皮剥きが完了しました。下から農園さんの自然栽培のじゃがいもをじゃがバターにしてみました。芽が出たじゃがいものじゃがバター完成です。